はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。動画を見ていただきありがとうございます。本編の前に少しだけ英語ブロックについて説明させてください。主なコンテンツが英単語、単突英文法、仕上げレッスンになっています。今回説明していくのがこの仕上げレッスンですね。いろいろなコンテンツがあります。その他に英単語すべて合わせて1134語、単突英文法というのは100講座あります。こちらは中学生で習う英文法についてすべて説明しています。動画の方全部ありますのでぜひ使ってください。無料で使えます。おすすめがクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも解説しているのでそちらをぜひ見ていただきたいと思います。パスワードチャレンジっていうのもあるので楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうふうに検索してもらうとホームページが2つあります。まず英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になります。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方のトップページから進めていきたいと思います。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では関係代名詞のまとめのプリント ③ について説明していきたいと思います。まずトップページのここですね、プリント教材っていうところをクリックします。はい、でその次に出てきたページをずっと下の方までスクロールしていきます。はい、中学生の英文法の内容なので、一番下の方ですね、関係代名詞のまとめ、こちらの、3枚目ですね、プリントの3というところです。はい、で、まだ1、2を見てない方は、こちら見てからの方がいいですね。まずこちらはヒントがあって、全部穴埋めできるかどうか。で2番目はヒントなしで穴埋めできるかどうか。で3番目は、前半上の方は復習になってて、下の方で表が出てきます。一覧表、これでこれを覚える、プリントになってます。で4は、最終確認ですね。もうノーヒントで全部埋められるかどうかっていうプリントになってます。で、今日は3番なんですけど、1、2まだの人はぜひこちらも見てください。はい、では3番のプリントをクリックします。で今回使うプリントですね、こちらになってます。で、断トツ英文法それぞれこういうところがリンクしているの で特に、まあ、全部ですね、全部、一度は見ていただきたいんですけど、動画も撮っていきますので、全部見ていただきたいんですけども、こちらの、内容を、このプリントですね、印刷したいときにはこちら PDF ファイルを開いてもらって、でこの下の方に今プリンターのマークがここに出てるんですけど、ここですね、こちらとか、あとは画面上で右クリックを押してもらうとこう印刷とかっていうのが出てくると思うので、ぜひその辺を使って印刷してみてください。はい、でこの断トツ英文法ですね、どこで習うかっていうのが一応94、レッスン94、レッスン95、で、レッスン96なんですけども、この、こういう四角の中なんですけど、1枚目と2枚目のプリントで、復習はある程度しているので、今回はもういきなりですけど、あの穴埋めの方をやっていきたいと思います。まだちょっと覚えてないなっていう人は、他の動画ですね、上の方のこれじゃなくてこれですね、この1と2の方の動画見てみてください。はい、今日はあの3枚目のプリントの、答え合わせですね、を中心にいきたいと思います。はい、ではいきましょう。じゃあこちらの画像を加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきたいと思います。
はい、いきます。今回のプリントは、同じ数字には同じ語句が入るというヒントになっています。なので、どこか分からなくても分かったところでこう、あ、こっちも分かるっていうような感じのプリントになってます。ではいきましょう。はい、まず1番目、ここにありますね。主客の関係代名詞、先行詞と同じ内容を表す。ぜひ一度一時停止したり、あと画像見ながらとかで解いてみてくださいね。はい、では答え合わせです。1番のとこには主語が関係代名詞に形を変えるということで主語が入ります。なので主客の関係代名詞と言います。で、2つ目にはここね、動詞ですね。全部一気にも分かっちゃったんで入れちゃいましたけど、関係代名詞の後ろには動詞が入ると。で、who を使った時は先行詞には人、who っていうのは前に人、後ろに動詞ですね。このように使います。で、which は前に物または動物、後ろに動詞。で、括弧3番、先行詞こちらには人、物、動物、つまり結局何でもいいってことなんですけども、どれかが入ります。あ、どれでもいいってことですね。全部人、物、動物、どれにでも使えると。これが主客の関係代名詞になります。はい、では次、目的格の方ですね。こちらもある程度も習っているということで答え合わせ中心でいきたいと思います。まずここですね。目的格の関係代名詞、先行詞と同じ内容を表す、あ、ごめんなさい、4号が分かってるんで、上で4号分かってるんで4号ですね。4号入れてしまいます。4番のところには物動物で、5番のところには人物動物入ります。で、こちらですね、すいません、先行詞と同じ内容を表す目的語が関係代名詞に形を変える。関係代名詞の後ろには主語プラス動詞が来る。で、7番が分かったので、こことここも出ますね。はい、結局、関係代名詞目的格の不一致、前に物または動物、後ろには主語動詞、目的格のざっとは前に人、物、動物、後ろに主語動詞という形ですね。で、この目的格の関係代名詞、ここでは不一致とざっと、これは、はい、省略することができるということになります。はい、で、今のところまでは、1と2の復習ですね。で、ここからは新しい内容になります。一覧表ですね。はい、このような表なんですけども、こちらに入るのは先行詞で、ここが格ですね。主格、目的格で、最初にここからいきましょう。2と7、関係代名詞の後ろに何が入るかと、主格っていうのはここに動詞ですね。主格の後ろに、主格の関係代名詞の後ろには動詞を使います。で、目的格っていうのは後ろに主語プラス動詞を使います。ここはもう上の方のプリントで分かった内容なので、もう出しちゃいました。はい、で、ここからですね。では、ここでいきましょう。先行詞人、後ろに動詞、前に人、後ろに動詞を使うものは、これは風ですね。で、目的格、前に人、後ろに主語動詞、これはざっとですね。で、高校生の内容になると、ここに whom っていうのが出てきます。 whom って読むんですけど、ただ中学生では習わない内容ですね。高校生になったら習う内容です。なので、これも、まあ、覚えておいてもいいと思うんですけど、ざっと、今中学生の内容ではざっとになります。はい、で、ここの10番が出るということは、こことここも出ますね。はい、先行詞人、物、動物、どれでもよくて、後ろに動詞があるとき、ざっとですね。で、7
that は目的格でも使えるので主語プラス動詞が後ろに来ることもあると。つまり that っていうのはいっぱいあるんですね。で言ってしまうと、that を書いておけば全部正解になるってことですね。ただ実際は問題出す方も分かっているので、ざっと意外の答えを書きなさいとかっていうふうになりますので、まあざっと使えばいいってことではないんですけども、ただざっと使えば人にも物にも動物にもざっと使えますよね。動詞の時も使えるし、後ろに主語プラス動詞、つまり目的格の時にも使えると。なので、全部ざっとでいいってことになるんですけども、まあ、それでは問題は解けないので、こちらもしっかり覚えてください。あとこちらですね、今からやりますけど、11番。前に物、動物、後ろに動詞。これの時は、which ですね。で、こちら、11同じなので分かってしまうんですけど、これも which っていうことになります。はい。で、まず、この表を覚えましょう。私も中学生の時に覚えました。私は中学生の時はもっと内容がこれよりも覚えなくてはいけない時代だったので、他にも覚えたんですけども、今の学習指導要領ではここまで覚えれば大丈夫。これはまだ覚えなくて大丈夫なので、まずここまで覚えましょう。はい、はい、では最後にちょっとプラスアルファの話を したいと思います。先ほどざっと使えば全部答えになるんだよっていう話しましたよね。まあざっと使ってもざっとだけではこう対応はできないですけども、他のやつも知らないといけないですけど、ただそれはこの話までですね。この後に所有格っていうのが今度出てくるんです。高校生の内容になりますけど、そうするとざっとでは対応できないので、そういうふうには勘違いしないでくださいね。今この内容までだったらざっとで全部丸には一応文法的には大丈夫だけど、所有格っていうのが出てきてしまったらもうざっとだけでは対応できないっていうのがまず一つあります。はい、では最後に確認テストですね。確認テストというか、まあ今日の復習なんですけど、プリントを見て大体埋められるかどうかですね、ちょっと確認してみたいと思います。まず主格ですね、どうでしょうか。ちょっと順番で入れていってみますね。1番、はい、2番、はい、3番、4番、5番、大丈夫そうでしょうか。で今度は目的格ですね。はい、では入れていきますね。6番から、4番ですね、ごめんなさい、ここから4で5、これはまあ上で分かったということで、入れてしまいます。で6 7 8、7です、ごめんなさい、77で8ですね。はい、で今日の新しい内容としてはこのプリン、この表ですね。まずここから入りましたね。主格は後ろに、はい。目的格は関係代名詞の後ろに、はい。で、次これですね。前に人、後ろに動詞の時に使うのが、これ。で、10番はこれですね、今度ね。前に人、後ろに主語動詞。これは、これで、こことここが分かるのでこれですね。この関係代名詞は前にどれでも使えるし、後ろに動詞、主語動詞どれが来てもいいので、まあ、今のところ全部使えるってことですね。で、あと最後にここ、はい、で、これも一緒ということですね。はい、で今回はこの数字で同じとこは分かるようになっているんですけども、今度最後の丸4番のプリントですね、4枚目では全部何もヒントなしで書けるようにっていうプリントを用意してます。で実際はそのプリントの内容まで覚えておかないと試験の時には使えないので、
ぜひそちらの方も見て、早めにマスターしてもらえればいいと思います。はい、丸3番のプリントの説明は以上です。ありがとうございました。